3つのメダルを獲得した白井健三選手をはじめ、体操男子日本代表が帰国しました。世界体操では個人総合初出場で銅メダル、種目別ではゆかと跳馬でそれぞれ2つの金メダルを獲得した白井健三選手、改めて今大会を振り返りました。あれだけの緊張感がある空気の中でも自信さえ持っておけば絶対にしっかりした演技はできるんだなということを今大会で一番感じましたし、光栄さんなんかも怪我している中しっかり応援もしてくれましたし、周りに支えられてるなとすごく感じるような試合でした。正直に羨ましいなと思いましたね。はい、